カルロスさん、誰に襲われたの？お前何者だ？ここは危ない。早く逃げろ。俺も侵入者の撃退に力を貸す。侵入者に対抗できます。ひとまず放っておけ。戦利品を持って撤退だ。ありがとう。でもどうして助けてくれたんだ？俺はハガードの指示を受けてオムニアムタワーを止めに来た。ここに来る前、ジンさんからあなたを紹介されたんだ。ジン？あいつまだ俺のことを覚えてたのか。悪いが力になれそうにない。ご覧の通り、自分の身を守るので精一杯だ。シェルターはひとまず安全だろう。でもアイダの子に大勢の仲間を拉致された。なんとかしてみんなを救い出したい。それなら力になるよ。どこに連れて行かれたかわかるか？そうしてくれるとありがたい。アイダの子が撤退するとき仲間に後を追わせた。もうすぐ知らせが入るだろう。その人と連絡を取るにはどうすればいい？彼女はマリーというとても勇敢な子だ。彼女の無線機の周波数を君のものと合わせよう。拉致された仲間をどうか頼む。私はマリー。アイダの子は海辺の拠点に撤退したわ。今人質の位置を確認中よ。マリー、聞こえるか？拠点の座標は送信したわ。こっちを援護して。私はマリー。アイダの子は海辺の拠点に撤退したわ。今人質の位置を確認中よ。オスが手伝いに起こしたのってあなた？もっとたくさん来るのかと思ってた。アイダの子は手強いのに。捕まった仲間はこの中にいる。でも衛兵が多すぎてなかなか近づけないの。でもあなた本当に大丈夫？自分を犠牲にするなんてことやめてね。何かあったらすぐカルロスさんに連絡するわ。マリー、聞こえるか？なんと礼を言えばいいか。お前のおかげでみんな無事に戻ってこられた。そういえばさっきお前がいない時に妙な奴が訪ねてきたぞ。そいつもハガードから来たとか言ってたぞ。
本当か嘘か知らんが、とりあえず正面の部屋で待たせてある。安全のためにドアの前に衛兵を立たせた。急いでそいつの正体を確かめてくれ。やっと来たか。ずっと閉じ込められっぱなしかと思ってヒヤヒヤしたよ。俺ってそんなに怪しいかな。ミアはかなり怪しいと思います。さてと本題に入ろう。ハガードがかなり焦っているようだ。オベリスクのオムニアム蓄電池が限界を迎えた。秋容量はもう1割以下だ。だが俺が前に集めた情報では、最後の一つであるここのオムニアムタワーに異常が見られた。実地調査を行ってから対応策を決定しよう。一刻も早く停止しなければ、大規模なオムニアムの漏洩事故が起きかねない。グズグズしてる暇はない。急ごう。どうだ、知り合いだったか。友達だった。フランツさんって名前の気のいいやつだよ。俺ハガードの仕事でここを離れることになったから、お別れを言いに来た。そうか、それはまた急だな。お前の友達に謝っておいてくれ。悪気はなかったんだ。オムニアムタワーはかなり遠いぞ。マリーに車で送らせよう。安全条例違反です。マリーはの乗り物を運転できる年齢に達していません。子供だと思ってバカにしちゃいかんぞ。あの子は頭の切れるすごい子だ。安心していい。お前にはいろいろ世話になった。困ったことがあればいつでも訪ねてこい。力になる。車の準備ができました。どうかお気をつけて。こんにちは。オムニアムタワーに行くんですって。カルロスさんに送るよう言われたわ。うん、ありがとう。俺の仲間も一緒だよ。大丈夫、任せて。準備はいい？さあ行くわよ。準備ができたら来て。ここから先には雲地雷がたくさんある。この車は重いから、無理に通ると絶対危険な目に遭うわ。車が通れる道はここしかないの。歩いて目的地に行く方法を考えた方が良さそうね。ミアからもお礼を言います。ここは危険です。早くシェルターに戻ってください。私は一人で平気だから心配しないで。この先の峠を抜けたらオムニアムタワーが見えるはず。幸運を祈ってる。フランツさん、これからどうすればいい？邪魔者をいちいち排除してる暇はない。君の実力なら避けるのは簡単だろう。あいつらと距離を保てば大丈夫だ。コントローラーさえ見つかれば自己消滅プログラムを起動して地雷を消せる。俺はここで待ってるから急いでくれよ。
この雲地雷、十中八九アイダの子の仕業だろう。こんなに早くお出迎えされてもちっとも嬉しいと思えない。マリーの情報によれば、この先のと峠を曲がるとオムニアムタワーが見えるそうです。ここに来るのは久しぶりだが、オムニアムタワーの場所はなんとなく覚えてる。ついてこい。この峠を曲がるとオムニアムタワーが見えてくる。オムニアムタワーが凍って氷の柱になってる。運転を止める前に外側の氷を砕かないといけないな。近所に氷を破砕するための大砲があったはず。でもどこだったか、いまいち思い出せない。大砲？大砲でオムニアムタワーを撃つのか？そう慌てるな。砕氷砲は砲内圧力の低いスタングレネードで表面の氷を打ち砕く。タワーの主要部分に損傷は与えない。だがその大砲はもう数十年使われていない。部品の多くが使い物にならないんだろう。修理するならスペアパーツを手に入れないと。近くにアイダの子のアジトがある。そうなら俺たちの欲しいものがきっとあるはずだ。そっちは君に任せるよ。俺は大砲の場所を探してくる。吹雪がひどいな。気をつけて。あそこにアイダの子がいる。数は多く、気づかれずに倒せる。あの補給箱をチェックして役立つものがないか見てみよう。倉庫から部品を奪ってきた。これで足りるよな。そう焦るなって。大砲を動かすエナジープールも空っぽだ。新しいのを探してこないと。新しい任務ですか？まあ工事魔王氏ってやつだな。まだ大砲のありかもわからないことだし、君だけ暇ってわけにもいかないだろ。確か近くに古い倉庫があった。結果はどうあれ、ひとまず運試しに行ってみたらどうだい？何もなさそうだけど、中を確かめてみよう。よっ、これってトラップ。さっさと片付けよう。前方の拠点をもう一度探すしかなさそうだ。きっとここだ。お疲れ。大砲の場所が分かったよ。これで成功まであと一歩だ。じゃあ早く行こう。何グズグズしてるんだ。いや、だからさ、あと一歩なんだ。あと一歩って、まさか。いや、ちょっとしたアクシデントというか、さっき大砲の近くでアイダの子のパトロール隊に出くわしてさ、とっさに逃げて追手を巻いたとこまではよかった。でもパーフェクトな逃亡劇とまではいかなくて。正直にやらかしたって言えば。奴らを巻いた後気づいたんだ。部品パックを忘れてきたって。
ックの場所を教えてください。マップに印をつけておく。この任務の成否は全て君にかかってる。大砲の修理は大体終わった。細かな不具合はあるが、なんとか使えるだろう。唯一厄介なのは、射撃管制装置がいかれてるせいで、通常の直接照準射撃ができないことだ。オムニアムタワーにビーコンを置いて、砲弾を誘導してくれないか。アイダの子は俺たちの狙いをほぼ完璧に読んでる。あとは時間との戦いだ。急げ。大砲の制御システムが間の子に侵入された。戻るんだ。大砲がもうすぐ制御不能になる。どうして撤退したんだろう。はめられたようだな。だが知ったことが、早くオムニアムタワーを止めないと。やっとのことでオムニアムタワーの問題が片付いた。ハガードの爺さんもきっと。ちょっと待て。もしもし。何？アストラ島？よし、わかった。アストラ島？フランツさん、どうかしたのか？情報提供者の一人がアストラ島でアイダの子を発見したとの報告を最後に消息を絶った。何事もないといいが。今すぐアストラ島に向かう。君はハガードに戻ってエルリックに状況を報告してくれ。どうも悪い予感がする。無事にオムニアムタワーを全部止めました。ですがフランツさんがアストラ島で怪しい動きをするアイダの子を発見したと。その報告はすでに受けている。今は予断を許さない状況だ。我々はあのエリアにおける奴らの力を甘く見すぎていた。
アストラ島だけではない。アイダの子は各地で大規模な作戦を展開している。我々にはおそらく制御しきれない。今ハガードが動かせる兵力だけではとても鎮圧できない。しかも私にはオベリスク本体の安全を最優先する義務がある。つまり間の子が進行を開始しただって。衛兵だけでは無理だ。援護しないと。あれ、なんでお前さんがここに。へえ、ちょうど人手不足で困ってたとこだ。パウル、今の状況は。さっきアイダの攻撃対してそのまま後をつけてここまで来た。すぐそこが奴らのアジトだ。あそこには転送ゲートがある。あれを壊さないと後から後から援軍が湧いてきやがる。ちょうどお前さんも帰ってきたことだし一緒に行こう。急がねえとヤバいことになる。アイダのこの拠点はこの先だ。あいつら続々と火星に来ている。拠点内には必ず何かあるはずだ。潜入して暴いてやらんとな。アイダの子は転送ゲートから湧き出している。破壊してやらんとな。見ただろう、敵は大勢だ。そう簡単には転送ゲートに近づけねえ。何かいい手はありませんか。ちょっと前に町を通りかかった超有名な整備士からすごいメカを買った。デストロイヤーって名前のめちゃくちゃ高いやつだ。コックピットはちょっと狭くて俺の体格には合わないが、ちょうどお前さんが来てくれた。お前さんほどの敵役はいない。準備はいつでも OK だ。すごいのは確かだが信頼性が今一つだ。暇な時に改良してみるしかねえな。他に倒してほしいアイダの子はいるか。あいつら島中にうようよいるから、あとどれくらい残ってんのかはっきりしなくてよ。フランツが今調べてるとこだ。ミヤにもフランツさんの居場所はと特定できません。より正確な位置情報が必要です。ああ、あいつならシェルターの正門付近にいるはずだ。会いたいなら今すぐ行ってこい。俺はここに残っていい手がかりがないか調べてみる。あれ、君たち二人だけ。あのじいさんたちに期待した俺がバカだった。過酷な仕事は全部人任せかよ。それでだ、アイダの子の今回の作戦についてうちの情報提供者が重要な情報をつかんだ。だが直接会うのはまずい。それで情報を指定の場所に置いてもらうことにした。鉄サビのコリドールにある塔の上だ。アイダの子もそれを察知したのか、塔周辺を徹底的に調べ始めた。情報が奴らの手に渡らないといいが。私たちが情報を取ってきます。わかった、パウルが協力してくれるはずだ。俺は南の方を調べてくる。じゃあまた後で。守衛があちこちにうまくかわ守衛があちこちにうまくかわさないと。どうにかしてタワーの最頂部まで行かないと。この鉄板大丈夫か。
式が起動しました。早く離れてください。お疲れ。情報は手に入ったか？情報は暗号化されてる。フランツさんに解読を頼もう。それがフランツのやつどこにいるんだか。さっき座標は知らせてきたんだが連絡が取れねえんだ。座標の位置は？サザンベースのあたりだ。時間がない。ドローンについていけ。座標はもう設定してある。俺はシェルターでお前さんたちの情報を待ってる。手伝いが必要なら声をかけてくれ。エナジーがこれだけあれば十分だろ。フランツさんはいなかったけど、壊れた通信機を見つけた。トラブルに巻き込まれたのかもしれない。あいつがアイダの子の手に落ちたら、情報を解読できる人間がいなくなる。救出しねえとな。さっき北の山でアイダの子のキャンプを発見したという報告が入った。フランツも多分そこにいる。運試しに行ってこい。俺はシェルターで壊れた防衛設備の修理をしなきゃならないから一緒には行けない。くれぐれも気をつけてな。エナジーがこれだけあれば十分だろ。ちょうどいいところにした。四本腕のイカれた女が今さっき出て行ったところだよ。四本腕、ターゲットの特徴、検索に失敗しました。エイジスのことさ、君も関わったことはあるよな。あの女でなきゃこの俺が捕まるわけないだろう。奴らは島で何か大事なものを探してるらしい。だがそれが何かわからない。で、情報は手に入ったのか？早く見せてくれ。おっと、何重にも暗号化してある。完璧に解読するには時間がかかる。だが何度も出てくるこの場所はすぐ近所だ。アイダの子が大勢押しかけてきたってことはそこに何かあるんだろう。君は先に調べに行ってくれ。情報すべて解読できたら俺も合流する。
来てくれ。ほっ。一足遅かったようだな。エイジスは守備よく目的を達して逃げた後だ。情報にはここにタイムエンジンのプロトタイプがあると書いてあった。だが部品の一部が欠けた故障品のようだ。アイダの子はその機械で何をするつもりですか？その機械を使って全大陸のタイムラインを大厄災前に戻すつもりだろう。これはなかなか由々しき事態だ。大厄災の前に？そしたらこの混乱から抜け出せるよね。そんなうまい話があるか。そこまで簡単ならハガードのじいさんたちがとっくにやってるさ。情報には技術面についても詳細な記述があった。だが俺はそっち方面には疎い。専門家に詳しく解読してもらおう。事態は急を要する。俺は今すぐハガードに向かう。君はドクター・クレアのところに行ってくれ。できるだけ早く奴らの計画の詳細を明らかにしないと。お客様、またお越しをお待ちしており、現在一時閉鎖。第三ループストップ。第四ループストップ。システム故障、セカンナリプロトコルを使用してください。ここは私有地です。直ちにご退出ください。イスラール執事、ここで何があったんだ？ここは私有地です。直ちにご退出ください。ドクタークレア、お前たちのご主人様はどこに？ここは私有地です。直ちにご退出ください。説明。コントロールユニットの故障を検知しました。行動プログラムに異常があります。ここはちょっと、そこにいるのは誰？私の声が聞こえる？ドクタークレア、どこにいるんですか？あら、あなたなの？手短に話すわね。この緊急通信は短時間しか持たない。アイダの子も私が外部と密かに連絡を取ったとすぐに気づくはずよ。やっぱりアイダの子でしたか。奴らはうちの中央管制システムをハッキングして全ての AI の行動プログラムを書き換えた。島のロボットたちは今や奴らの手先。博士の監禁場所は、あなたに大事な話があるんです。実験室みたいだけど、私にもよくわからない。奴らは転送ゲートを使って侵入してきた。よく聞いて、今私の行き先を知ってるのはメロだけ。アイダの子に捕まる前にあの子を地上に送った。あの子を探して、ノロマだけど私の監禁場所くらい見つけられると思うわ。警告。ケイトス島の AI サーバントが全て制御不能の状態です。メロは？メロは違う。あの子はバカだからシステムに接続していなかった。だからアイダの子の影響は受けないの。奴らが同じ場所にずっといるかは不明。誰か来た。あなたも急いで。大きい人、手伝います。メロ。メロ、島で何があった？ドクタークレアは？ラチ、ドクタークレア、この先、いえ、悪い人。つまり、悪い人がドクタークレアをこの先にある家に連れてったってことか。提案、今すぐ調査に向かいましょう。
メロ、博士はキャンプにはいないよ。博士、いません。ここから出ていく人は見なかったか？人や車、飛翔体でもいい。出ていく。行きました。おっきな車、おっきな車。大橋、大橋に行きました。よし、俺たちも大橋に行ってみよう。大きな車、大橋渡ります。博士、大橋渡ります。橋にいる敵は俺が倒す。お前は俺の後ろに隠れてろ。大きい人、悪い人、悪い人。恩人様、やっと見つけた。ブラックドッグ。前にお前と別れてから俺誓ったんだ、心を入れ替えて人生やり直すって。めちゃくちゃいいやつになるってさ。それで今いとこのスチールフィストと一緒にこの辺で小商いをしてるんだ。情報を集めています。この辺りでアイダの子に動きはありませんでしたか？おっと、俺もその辺でお前を探してたんだ。いとこのスチールフィストが配達の途中でアイダの子にさらわれた。スチールフィストはどこに連れて行かれた？このすぐ先だ。俺が案内する。ただこちらです。その正面の山が間の子の本拠地だ。この辺の地形は調べた。警備の甘い小道がある。そこから中に潜り込もう。やべえ、パトロール隊だ。あれをなんとかしてくれ。ハンナ、大丈夫か？私、フラフラする。島で何があった？博士は？紫の服を着たおじいさんがたくさん人を連れて博士に会いに島に来たの。それから何があったのか知らないけど、おじいさんと博士が喧嘩を始めたわ。その後、おじいさんの部下が急に凶暴になって、それからのことは私覚えてない。他にもここにと閉じ込められている人はいますか？頭が大きくてうるさい人がいる。連れてこられたばっかりで大声でワンワン泣いてた。兄貴、やっと来てくれた。無事でよかった。本当によかった。ちょっといいかな。ケイトス島のドクタークレアを見なかったか？え、お前誰？
に話した俺の大恩人殿だ。お前も俺と同じようにこの方を親と思って敬え。おお、そうか、あんたは俺たちの大恩人だ。恩返しはまた後日、今大事なのはクレアを見かけたかどうかだ。そうそう、見かけた。アイダの子のドロイド兵たちに囲まれてアジトの真ん中にある光る台に連れて行かれた。そいつらが台に乗ると足元がキラッと光った。それで全員が一瞬でシュッと消えたんだ。わかった、ありがとう。じゃあ調べてくる。あなたには一つ借りができちゃったわね。あいつらがこんな卑怯な手を使うとは思わなかったわ。あいつらはなんであなたを捕まえたんです？そうね、私の個人的な研究が狙いじゃないかしら。私こんなにモテたのは初めてよ。この間アストラ島でアイダの子の内部情報を見つけました。できればあなたに。はいはい、分かったから渡して。とりあえずここを出ましょう。ちょっとこれは厄介ね。アイダの子はタイムエンジンのプロトタイプだけを狙ってると思ってたのに、私の推測が確かならあいつらはすでに似たような装置、しかも私のおもちゃより何倍も大きいスーパータイムマシンを製造してる。あいつらが今開発してるのはハガードの目の前であのスーパーマシンをオベリスクに送り込んで、パン。パン？まだわからないの？アイダの子はあのマシンを使って大規模なタイムリバースを起こすつもりよ。50年前ハガードがやったようにね。その結果どうなるかは私にもわからない。万が一ミスでもあればその時はまた大厄災、いえそれよりももっとひどい状況になるでしょうね。落ち着いて、まだ挽回の余地はある。あいつらが私のところに来たのは肝になるコア技術がないからよ。私は口を割らなかったけど、実験室は隅から隅まで調べられた。欲しいものが手に入ったかはわからない。最悪の事態に備えましょう。天井の奴らはきっとまだ何も知らないでしょうね。あいつらは嫌いだけど、この件は知っておいてもらわないと。あなたは急いでスーパータイムエンジンの行方を追って、あいつらが起動する前に必ず見つけ出すのよ。でもどこから調べ始めれば？お友達のジークに会うといいわ。それとドロイドに改造された彼の妹にもね。あの二人と狂人どもはどうも訳ありみたいだから、二人が協力してくれたらきっと起死回生のチャンスはある。二人の居場所を知ってるんですか？ルミナ号、あなたがくれた情報の中にその場所が書いてあった。キリオンの海辺にあるボロボロの船よ。じゃあ行ってきます。せっ、開いた。よかった、ありがとな。あれ、お前
ハガードの特使だよな。鉱山で見かけたことがある。あなたたちはどうしてここに。いやさ、ギルスさんからここで鉱山病の予防と治療とやらを受けろって言われてさ、そしたらついてすぐに監禁されたってわけ。ここの奴らはどう見ても治療してるようには思えない。しかも連れてかれた仲間が一人も戻ってこないんだ。怪しすぎるだろ。多分俺たちを実験台にするつもりだ。今二人で逃げる相談をしてたんだ。ギルスさんに怒られても鉱山に帰れるならそれでいい。ギルスはすでに駆逐されました。あなたたちは安全に戻れます。え、ギルスさんが追い出された。じゃあ今は誰が責任者なんだ。おい、もういいから早く行こうぜ。じゃないか、シャーリーを返してくれるって。約束は守る。ただ俺はもう金輪際お前に従ったりしない。やれやれ、失望したわい。シャーリーが奴らに連れ去られた。大丈夫か、しっかりしろ。奴らにまんまと騙された。あの野郎、あいつが。話は後で聞く、今は医者に見せるのが先だ。雪原、奴らは雪原にいる。カルロスさん、ジークのことよろしく頼む。ああ、お安い御用だ。お前はシェルターの大事な客なんだから気にするな。一度医者に診てもらったが、ジークはまだ意識が戻らん。医者は外的ショックが原因だと言っとった。命には別状ないそうだ。大丈夫、ちょっとした外傷だ。何日か休みは治るさ。面倒はマリーに見させる。あ、そういや、アイダの子に襲撃されてから薬が不足気味なんだ。悪いが、薬の材料を集めてくれんか。どんな材料がいるんだ。氷河の電気うなりだ。線に血液を固める成分が含まれてる。ああ、あとクリスタルベリーも頼む。氷河の電気うなぎはこの辺の海でよく見る。キャンプの北だ、見てこいよ。
苦労さん。次はクリスタルベリーだ。掘った鉄壁のそばでよく位置はお前のマップに同期しておいた。手はかけたな。これだけあれば薬用成分がかなり抽出できる。助かったよ。そうそう、ジークの意識が戻った。お前に用があるそうだ。早く行ってやれ。すまない、愚かな真似をしたのは分かっている。彼らにもきちんと謝るつもりだ。だがその前に今日は大事な話をしに来た。アイダの子にタイムエンジンを奪われたんだ。奴らタイムリバースを引き起こすつもりだ。それは知っている。俺はサーガに騙されたんだ。奴らはオベリスクを破壊して俺たちからオムニアムを奪いたいのだとばかり思っていた。なのに。ミアに教えてください。一体何が起きたのですか？俺の父は昔、奴らの仲間だった。俺がまだ子供の頃、父はハガードに殺された。それはもう知ってる。パウルがシェルターで、アイダの子の映像資料を見つけたんだ。俺は奴ら全員を憎んだ。ハガードは父を死に追いやり、アイダの子は父を破滅させた。だから俺はシャーリーを連れてアストラ島に逃げた。何もかも捨てて静かな暮らしを送りたかった。だがアイダの子がシャーリーを治せると言ってきた。それが妹を救う唯一の希望だった。でもシャーリーは今生きてるって言えるのか？分かってるさ。でもシャーリーのあんな姿を見ていたらとても断る気になれなかった。奴らはなぜシャーリーを連れ去ったのですか？奴らがシャーリーは特殊な体質の持ち主だと話しているのを偶然耳にした。サーガは妹を入れ物にするつもりのようだ。奴はシャーリーを思うがままに操れる機械にしたかったんだ。自分の野心に身を捧げる操り人形が欲しかったのさ。奴らが何を企んでいるかはわからない。だがシャーリーがサーガの計画の一部であることは確かだ。だから妹を連れて逃げようとしたのに。シャーリーはどこに連れて行かれた？アイダの子はこの辺りに秘密のアジトをいくつも持っている。そのいずれかだろう。妹の体に GPS をつけておいた。電波の発信源を特定できればシャーリーの居場所がわかる。氷山の頂上に行ってみよう。高いところなら GPS の電波も受信しやすい。あなたはひとまず治療に専念すること。調査の件は俺に任せて。でもわかった、よろしく頼む。また出かけるんだろう。マリーにお前を乗せるドローンを用意させた。今回は地雷に足止めされる心配はない。ありがとう。ジークのことどうかよろしく。任せとけって。ちゃんと面倒は見るからよ。どうも。カルロスさんから事情は聞いてる。乗り物が必要なんでしょ？ほらこれ、
アイダの子が置いていったドローンだよ。もう修理は済ませてある。上空ではくれぐれも注意して、落ちても自己責任ってことでよろしく。山頂の開けたところに行けば GPS の信号を受信しやすいかも。微弱な信号反応を検知した。こっちみたいだ。マリ。やっと見つけた。マリ、なんでここに？あなたのお友達、私が薬を取りに出た隙にこっそり逃げ出したの。え？どこ行ったかわかる？私も今探してるとこ。せっかくカルロスさんからお世話を任されたのに、どうしよう。もうあの人一体何なの？親切心で面倒見てあげたのに、恩をあだで返すなんてひどい。ジークは一人でシャーリーを探しに行ったのでしょう。マリー、ごめん。ジークの件は俺に任せてほしい。絶対連れ戻して君に謝らせるから。うん、謝ってなんか欲しくない。あなたの友達だから面倒見てあげたのに。ああいう人私大嫌い。怪我してるからそう遠くには行ってないはず。私は足跡を追ってここまで来たの。ほら早くこの辺を探してみて。ジークの体が、早く見つけ出さないと。この先から争う声が。アイダの子、きっとジークだ。ジーク、まだ怪我も治ってないのにむやみに動いちゃダメだろ。すまない、じっとしていられなかった。奴らに改造されたら妹は。電波の発信源はすぐ近くだ。シャーリーはここからそう遠くない場所にいるはずだ。この先にアイダの子の実験室がある。シャーリーはおそらくそこに閉じ込められている。よし、突撃しよう。高エネルギー放射線を避けるんだ。
アイダの子の援軍が続々と押し寄せている。ひとまずここを離れよう。シャリー大丈夫か？私夢を見てたみたい。夢でいろんなものを見た。でも記憶がだんだん曖昧になって、ホール、広いホールが見えた。その真ん中に機械が置いてあった。それから知らない人の声がした。たくさんの人の声。私が機械に近づくと、その声が頭の中に響いた。その人たち、私に…ダメ、もう思い出せない。シャーリーの言っているその機械が愛で、アイダの子が強奪したタイムエンジンの可能性が非常にたたた高いです。わからない。奴らがタイムエンジンをまだ起動していないことを願うまでだ。時間がない。あれこれ考えるより先に手分けして行動しよう。この辺りにアイダの子の重要なアジトが2カ所ある。本部のエンリル要塞と奴らの武器庫だ。俺はシャーリーと一緒にエンリル要塞を調べる。そこにサーガが隠れている可能性が高い。武器庫の方はお前に任せる。サーガがタイムリバースを起こす前にタイムエンジンを破壊せれば、失敗すればもう後はない。サーガ本人を探すのか？最も困難で最も危険な挑戦になるだろう。要塞の警備は鉄壁だ。しかもサーガの身辺はラハミームたちが固めている。ハガードに応援を頼もう。ハガードか。うん、その辺はお前に任せる。武器庫の位置情報は同期しておく。くれぐれも用心しろ。
Thank you.